生まれて初めて三国志5をプレイするアキミロです。はい、続きやっていきます。前回は孫権軍を滅亡させることに成功しました。今回から劉備軍攻めていきます。残る都市は平原、南皮、北海の3都市だけですね。で、曹操軍まだ15万近くあるので、この劉曹軍との同盟期間が終わる前に倒せるかちょっと怪しいですね。なので劉備軍は少なくとも今回のパートで倒しきるつもりなんですけど、もし同盟が先に切れてしまった場合は劉曹軍を先に倒すことも視野に入れていこうと考えています。ラストが曹操になるか劉曹になるかは、その劉備軍どれくらいターン費やすかにかかっています。はい、ではとりあえず今回のまず最初の目標は平原です。今現状牧羊と行に1軍2軍両方ともいて、どっちも多分30日かからずじゃないですね、30日間戦えるので一番平原が狙いやすいですね。南皮から援軍来たら来たで、その援軍ごと削ってやるって感じです。はい、ではちょっと状況確認して、もし訓練とかあと気力が足りないとかあったら、その準備だけして出撃したいと思います。はい、ちょっとあれから数ヶ月経過して10月になりました。やっぱり兵が減ってたのと、あと武将の気力が減っていたので宴などしてちょっと時間経過しました。今平原5万まで増えてますね。まあ、南皮も6万と、まあ、基本平原にあった予備兵が赤軍に加えられたみたいな感じですね。まあそれでも相手にならないと思いますけどね。残念ながら牧羊は人口が少なすぎてちょっと歩兵がそもそもできませんでした。なのでまあ予備兵だけちょっと再興して、何名かちょっと牧羊からも出撃したいと思います。はい、では出撃です。目標は平原です。さあ誰を連れて行こうかな。はい、今回はこちらの10名で挑みます。まあ秋見ろと柳見ろ以外ちょっとオリジナル武将は置いていってます。ちょっと兵がマックスじゃなかったので、今兵マックスの状態の武将たちを選びました。宝徳馬長長雲顔料甲冑長江はしょっちゅう使ってますね。まあ最近両毛も第二軍として使ってるんですけど、まあここら辺のメンツがいれば余裕でしょうって感じです。まあ諸葛亮よく互角の戦力と見ましたぞ、あとはそれを統率する将の働き次第でございますって言ってますけど、まあ負けることはないでしょう。さーて、舞台は左下から開始みたいですね。あ、下からもか。まあどこでもいいかな。甲冑は橋の近く、ここ。いや、バト的に左の方が多いですね。敵は5部隊。あ、1部隊接近してきた。女性さん、これ水上の陣じゃないですか。それでいいのかい。じゃあ早速仕掛けちゃうけど、まあ、正面からだからあんまりいかないかな。一発で倒しました。両毛さん容赦ねてか敵よく見ると、あーでも他の武将たちは全員兵マックスまで持ってるっぽいですね。劉備も関羽もいるし、関公もいますね。前奏さんはよくわかんないですけど。はい、趙雲は速攻で早くもたどり着けますね。誰を倒そうかな。カーンを狙いに行くか。勝負のカーン、いい勝負だな。これは馬長も届くか。いけます。趙雲と馬長でカーンを減らす。同じ武力の連中を早めに削りたい。はい、敵のターンです。と仕掛けてくる馬長か。カウンター覚悟で攻めてきてるか。ひたすら馬長狙いですね。これはある意味敵の集中砲火を馬長が引き受けてる。ちょっと耐えられるかな。あ、微妙に趙雲にも来ましたね。さあこのターンで一気に張り付けるかな。柳見ろは届くはず。でもその前に宝徳で接近しましょう。よし、真後ろから突撃です。観光くらえ。どんぐらい減るかな。はい、一発で倒しました。観光さえも一発で倒した宝徳の突撃、恐るべし。
はい、今度は長江さんの速攻、前走に届きますね。くらえ前走、缶を囲むためにはちょっと邪魔なんですよね。柳見路は残念ながら届かないですね。あと届くのは秋見路だけかな。徳勝は次のターン用術かましたいですね。さあ秋見路、劉備を囲む準備を始めましょうか。劉備、矢を食らいなさい。カウンター食らいたくないから矢でいきます。そして趙雲、カウに攻撃、馬超もカウに攻撃。いやカウ硬いな。やっぱり出た劉備の計略、結構効いたな。今2万から1万6000ぐらいに減らされましたね。まあでもこのターンでもう前走さんは倒せるかな。ちょっと何とも言えないな。宝徳速攻で向こう側に行けるか。行けない。ちょっと長江にどいてもらいましょう。くらえ、そして長江の攻撃もくらえ。長江じゃない、これは宝徳だ。あと2700か。これぐらいだったら柳見路で行けるかな。くらえ、よっしゃ、ナイス柳見路。よし、これでカウのところが開けましたね。長雲をちょっとずらして攻撃、馬超も上にずらして攻撃、両もたどり着けないか。顔料も速攻がないからな、遠いな。甲冑はもっと遠いですけど。で国章、あそうだ、国章最初に用術やるべきだった、失敗しましたね。にょん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 、2万9000から2万7000。数自体はあんま減らなかったですね。そして秋見路も妖術やろっかな。あ、伏兵とかあるんですよね。伏兵やってみますか。カウに伏兵です。甘いぞってかわされました。ダメだったか。秋見路ごときでは通用しないようです。てか落石が本当に食らうな。もう秋見路2万あったのが1万3000まで来てますからね。よし、顔料ついにカウにたどり着いた。カウに倒されないように気をつけて。顔料歴史上だとカウに倒されちゃいますからね。無茶はせずにひたすらみんな通常攻撃で減らします。弓も全部カウだ。くらえカウ、くらえカウ。予防は劉備に攻撃、柳見路もカウに攻撃。はい、カウ捉えました。秋見路はどうしよっかな。計略でコブでもやるか。みんな盛り上がっていこうぜ。さあ劉備どう来る。逃げた。大体劉備は一人になると速攻逃げますね。秋見路軍の勝利です。余裕の勝利ですね。まあ、カウだけがやっぱ硬かったですけど、まあ、あと何気に劉備の計略も強かったか。もう全員連れていきます。誰も牧羊と行に攻めることはできないので。女性さんどうですか。おお、なんという心の広さ。観光は無理でしょう。まあでしょうね。前奏さんはおー来たわ。カウはまあ無駄ですよね。張飛がよく来たなと思うレベルですからね。孫権さんはダメですね。巨師匠さんはお来ました。南下路線下った人か。まあどうせすぐまたいなくなるでしょあなたは。で行の大使をどうするかですが、馬良にしておきましょうか。で牧羊は集隊とか移動させたいので、残す人の中で頭がいいのは79のこの周宝さんかな。よし、いつも通り忘れないうちに褒美をあげちゃいたいと思います。3人か。しかも全員90代、そんなに大変じゃないですね。おー、巨師匠94知力ありますね。これはすごい。300ぐらいで十分かな。
はい、来ました。女性さん、まあ武力も知力も80代と魅力も結構高めでいいですね。200ぐらいで大丈夫かな。オッケーオッケー。最後に前奏さん90か、ちょっと多めに500で、はい、100全員オッケーです。次の狙いは難避なんですが、いや難避やめよっかな。ちょっと北海にしたいと思います。ちょっと牧羊が攻められることなくなったので、あと行もですね攻められることなくなったので、ちょっと可否の城に今いる行と牧羊の戦える武将を移動させます。で、移動が終わって気力も回復したら可否から北海に攻めようと思います。はい、可否に武将移し終えたので出陣したいと思います。戦争目標は北海。はい、今回出撃するのはこの10名です。まあたまにしか見ないメンツも混ざってるんじゃないでしょうか。宗神とかレアですね。で、郊外は初ですね。義援は1回か2回使ったぐらいな気がしますね。大志島初かな。まあ、長飛も 1,2 回ぐらいしか使ってないはずですね。まあ、長人も久しぶりの出撃と、まあ、結構レア武将たちです。では行きましょう。さあ、出撃できるのは右下と左下ですね。できれば近い方にいっぱい置きたいけど、大志寺周太義援、まああとは全員左でいいでしょう。米は一番遠く、敵また五武将ですね。結構城を取りに来てんのが今移動してきたな。3500、4000、16000、10000、14000、周総以外はマックスになってない状態ですね。いやー、体勢立たず暇もなくこっち攻めてますからね、仕方ないですね。はい、宗神素晴らしいね。はい、いきなり城をゲットです。はい、大志寺も砦にたどり着けます。素晴らしい、これで早くも2つの砦をゲットです。はい、敵は城を取られたことで後退しちゃいました。ここら辺で固まって守備に徹するつもりのようです。あそこに勝丸を送ってぜひとも妖術をかましたいです。はい、なんと太子寺が観光に届いてしまうので攻撃開始です。行くぞ観光。でも一人だけ突っ込ませるのはちょっと危ないかな。他のメンツがまだ全然追いついてないんですよね。足並み合わせないと油断大敵って状態になりそうですね。さあどう来るって言ってもみんな集中砲火来るでしょうね。やっぱり、いや結構痛えぞ。いやヤバい、対象時間4000台になっちゃった。これはあかん。だけど宗神もようやく到着。後ろから攻撃。勝丸はまだいけないか。どっちにしても妖術打つためにもっと近づかないとですね。ちょっと太子寺は一回下げましょう。危ない。城に戻って回復だ。その代わりに張飛を突っ込ませます。ちょっと劉備軍と戦っちゃってごめんね張飛。ちょっと横から観光をつついてあげましょう。超強いだー。はい、捕らえました。そして義援も突っ込ませましょう。もう食らえー。ここは周宗か。周宗も結構強いんですよね。はい、敵のターンです。出た劉備の計略。結構痛い落石。おお、そっちに来るか。宗神さん硬いですからね、そう簡単にやられませんよ。さあ勝丸がここまでいけるのか。次のターン妖術だな。はい、義援は周宗を減らしますか。ちょっと奥に行きたいんだけど周宗がいる限り行けない。張飛もな、正面から突撃はさすがに危ないんで通常攻撃にしておきましょう。あと動いてないのは宗神か。先に周宗を減らしたいな。ここの道を開けたい。
中層82なのになんか買う波の強さに感じるのはなぜだ。配信じゃちょっと休憩させたいのでしばらくこの上に乗せておきましょう。さあリュービー君誰を狙ってくる。相変わらず計略か。おお、今度は誰だ。副兵か。しまったってギエー、混乱しとる。あかんあかんぞ。まあまずはちょっと勝丸で妖術をぶっ放します。くらえ。4部隊に炸裂するんで結構減るんじゃないですか。4万9000から、あ、間違えた、これ兵糧だ。見るとこ間違えました。とりあえず残り2万4000ですね。いや、カウもだいぶ減ったな。もう妖怪なんてもあと一発で倒せますよ。こう読みろー。でも豊見ろもったいないな。カウに向かわせましょう。くらえ。妖怪さんはどうしよう。こっから弓届くのか。じゃあ郊外に倒させましょう。終わりだー。で関根はカウに攻撃。あと戦略か、もうちょいだな。宗神の弓とかでいけるか。はい、いけましたー。で張飛、張飛粉塵かましてみますか。やってやるぞそりゃー。あ、両方に減らした。でもカウンターも結構食らったな。ちょっと諸刃の剣だな粉塵は。そして義援を直したいけど義援を直せない。計略か誰かで鎮静を持ってる人がいるのかな。あ、直ってくれた、やったね。うわー、めっちゃヘッグ来た。ちょっと劉備軍舐めてたかもしれないっす。すげえ数だ。いやー、豊見野が混乱した。うわー、やばいやばい。めちゃめちゃ攻められてる。ちょっとここは太子陣後ろに下がってる場合じゃねえわ。攻撃開始。ビジック1万。くそー、やばいな。数に物を言わせて結構な強さを誇っている。そう、もう一回妖術やりてえけどちょっと体力が足りないっすね。うん、まあ、とりあえず確実に倒していきましょう。今は周宗からだな。まずは周宗倒れろー。あと33かー。どうしよう、郊外も届かないしな。長鋒先に倒したい。勝丸も張飛を脱出させたいんだよな。ちょっと義援で倒しちゃおう。よし、これで道ができたはず。張飛一回速攻で逃がしましょう。上に城とかないかな。ないですね、残念ながら。となると逃がせる場所があんまないな。ここにとりあえず置いとけましょう。関連は、長方に攻撃しておきましょう。そして超人どうしようかな。これ横向いてんのか。関策に対してちょっと突撃をかましましょう。くらえー。よし、ゼロ。関策捉えました。素晴らしい威力です。はい、そして集隊どうしようかな。長城さん7000か。よし、長城さんここで倒す。あと動いてないのは誰だ。この混乱中の豊見ろぐらいか。あとは旗じゃないっす。旗どこも揺らいでないですもんね。うん、仕方ない。ちょっと敵ターンに回します。お、豊見ろの混乱解けました。素晴らしい。また伏兵か。しまった、関連劉備の伏兵が強え。計略の鬼だな劉備。でも他のところはあまり負けてはいない感じがしますね。よし、再び妖術炸裂。くらえ。さあ3万7000から2万9000。だいぶ減ったな。そして長鋒も捉えましたし、エンターンごときすぐに倒してやるぜ。豊見郎をちょっと下に移動させて
もう流儀攻撃しますか。くらえ。で、張飛は円単。円単ぐらいだったら攻撃しても大丈夫でしょう。で、宗神も円単攻撃。はい、クリティカル終わった。素晴らしい。で、義援はここに回して流儀攻撃。で、集体は変わらず少女、象徴か。攻撃。で、太子寺は、誰だったっけこれ。美塾だ。美塾を攻撃と。で、あと、超人の行動が残ってんすね。超人、美塾ちょっと兵多いから、美塾の兵を減らしましょう。これであとは混乱している義援だけか。あ、関連か。関連だけか。ターン終了。いやー、劉備軍援軍来た時は一時期焦りましたけど、あっという間に減らせましたね。やっぱ底力が違います、底力が。美塾ももう終わりだな。まずは象徴さよなら。で、超人の弓を炸裂。で、太子寺の、あれ間違えたか。太子寺も攻撃。あと1400か。ちょっとその前に劉備が撤退しちゃうかもしれませんね。集中砲火。宗神も行くぞ。攻撃。弓も撃つ。勝麻呂は撃てないから近づく。郊外も近づく。で、関内混乱中で何もできないからターン終了と。さあ、劉備逃げるかな。はい、やっぱ逃げました。てっ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 てーんと、あきびろ君の勝利です。いやー、さっきの平原の戦いよりは手こずりましたね。でも、それでも勝利です。北海も全員連れていきましょう。もう可否が攻められることはありませんからね。関公東洋、まあですよね。関一族が来るとは思えない。妖怪は来そう、やっぱり。関は来ないでしょうね。え、あ、君いる殿、あなたこそ命をかけてとか言って関も来ちゃいましたよ。劉備がいるうちに、まさかの張飛と関裏切りです。なんかやだな。関羽はむしろやっぱ張飛の時も同じこと言ったんですけど、裏切ってほしくなかったっす。最後まで劉備三兄弟は一緒にいてほしい。周宗の方が切りがたいじゃないか。関作親父来ちゃったよ。息子たちの方が切りがたいじゃないか。張飛、あ、来た。まあ張飛いるしね。エンターン、おー来た。象徴、あー切りがたい。おー私服、おー来た。陳信、来た。余外、来た。帝兵、来た。孫権、来ない。やっぱ孫権って、あー、劉備捕まえたのか。解放してあげますよ。戦でも器量でも負けた。が、いつか必ず貴様を追い越す。劉備、仲間になってよ。なんか最後の城落とした時に初段しかないっていうの嫌だよ。はい、そして北海の大将を誰にするかですね。ここは最前線だから頼りになる人にしたいな。両毛にしようかなーって。両毛は連れてきてないか。知力高いのは勝丸か。いいでしょう、勝丸さん。大将して押して頑張って。続けて可否か。可否の城はもう戦場になることないね。こういうさん、お願いします。さあ、褒美タイムです。結構仲間増えましたね。まあ、まずは関羽でしょうね。関羽でも98ですよ、これ。50ぐらいで十分じゃないかな。やっぱり。あとは、張飛も上げたいですね。張飛も忠誠98。これも50ぐらいで十分ですね。OK、OK。あと、能力高いのは、ちょっとこの略でいいや。90代はいないですね。はい、じゃあもうあとは僕がみんな100にしておきます。はい、ちょうど命令書使い果たして全員忠誠100にすることができました。よし、もう1ヶ月2ヶ月したら表情か。
ちょっと歩兵とか訓練とかしたいので南皮を攻めるのは次の表情来てからにしましょう。まあ、次の表情で北兵とか言われたらちょっと困っちゃうんですけどね。まあそれも楽しみの一つです。はい、なんと総攻軍が南皮へ攻め込みました。こっちが劉備軍潰そうと思ったのに、総攻軍じゃねえ、総攻軍がチャンスと見て劉備を攻めました。耐えてくれ劉備、なんとか耐えてくれ。でもダメそうだなこれ。劉備軍の軍師が倒されました。総攻軍の勝利でーす。まさかの劉備横取りされた。やるじゃねえか。なんだ、アギミノ殿の元で功を挙げ、故郷に千を飾りたく、あ、錦を飾りたく思います。早くに来るくだされ。これ諸葛金、諸葛亮の弟の方か。わー、劉備持ってかれたやるじゃねえか。まさかの自分たち以外の攻める軍があるとは思ってなかったんで、予想外でした。まあまあまあ面白いですね。やっぱこう自分の想定外のことが起きるのが楽しいですよね。まあとりあえず12月も無事に終えたら次の表情でどこ攻めるか提案、楽しみにしましょう。お、観光さんが仕官してきました。幼少より武芸を学んでいました。戦で功を立てたいと考えております。東洋、なんか劉備軍の人たちはやっぱ総攻軍に使いたくないみたいですね。ちょびちょびこっちに仕官してきますね。あ、郊外が死亡したそうです。まあ郊外さんお年ですからね、しょうがないっすね。おー、角ともなくなっちゃったか。なんかちょびちょびなくなってくな。病に倒れる人もみんな大合社、行を陥落させたぞ、目標達成だ。いや、この1年でだいぶ落とした気がするな。表情行いますよ。さ、パパッとね。もう軍略以外は聞く気はないんで北兵の攻略は今おいて他にございませんとのご決断を。北兵か南皮じゃねえのか。まあまあでも順番通りに行かなくてもいいや。南皮落とした上で北兵攻めてやりますよ。さあ今年の目標は北兵です。まあ北兵どころかもう上兵も全部落としてやりますけどね。はい、関作が仕官してきました。岩を砕くのこの力、秋村様のために役立たせましょう。関一族みんな来るな。まあお父さんいるからそりゃ来るよねはい、そしてだいぶ歩兵とかできたんですけど、あと気力がちょっと足りないと思うので3月になったら南皮に攻めようと思います。まあ、本当は劉備軍を倒すっていうつもりでこのパートやってたんですけど、総攻軍が取っちゃったんで、一応総攻軍の南皮を奪うところで今回はやめたいと思います。はい、3月になったので南皮に進攻したいと思います。戦争を南皮で、ここに向かわせる武将なんですが、基本平原からにしたいと思います。ちょっとなんだかんだ劉曹軍との同盟の期間がそろそろ10ヶ月かな、10ヶ月ぐらいに迫ってきているので、北海か、北海にいる武将たちは南皮を落とし次第もう攻められることがなくなったら、ちょっと劉曹軍の方に武将移動させようと思ってます。で、総攻軍を滅ぼすのはやはり秋見ろでやりたいので、秋見ろ主体の方でやっていきます。はい、今回はこちらの10名です。ほう、互角でございますって言われてますね。総攻軍も劉備軍とそんな変わりないんじゃないかと思っちゃうんですけどね。まあ、ただ北兵から援軍来たら数だけは多い気がするんで油断はできないですね。ただもう曹操自体は斬首しちゃったからな、数はやっぱでも多いですね。さあどうしようかな。まずは敵の戦力を見ましょう。8000、うん、今官兵がいた気がする。官兵総攻撃行っちゃったか。加工トン18000、劉備がいる18000、鎮球2万、周曹14500、芝居2万、兵力的にはみんなマックスですね。これはガチンコ勝負です。はい、早速馬長届きますね。孫翼から倒すか、官兵の方行くか。いやー、ちょっと城を取られたくないから孫翼の方行こう。くらえ。そして馬長も届きますね。馬長も攻撃、
くらえ、馬長じゃねえ、長雲だ。長雲の小切れ、あと1100、つえー。はい、長江も速攻をかけた上で艦艇に届きますね。真正面からですけど仕方ない。くらえ、いやいや、兵数の差がやっぱ後に出てきますね。宝徳はちょっと敵に届かないんですけど、砦で届くんで、ゲットです。で、秋見ろも、カンペに届いちゃいますね。ちょっとカウンター食らいたくないから、弓。さあ、敵はどう来る？あれ、秋見ろに来るかと思ったらそんなことはなかった。あ、来た来た。これは劉備かな？敵は砲炎か、ガード重視で来てますね。だがいくら固めたところで我が軍の猛攻には勝てんぞ。くらえ、カンペ。後ろからの弓矢痛い。62、あと一発。よし、顔料とどめだ。くらえ、無残にクリティカル。おー、顔料が新しい陣形を覚えました。よも届かない。いや、こいつが長江さんがどいてくれれば届くか。劉備を倒すんだ。あ、届く届く。応援の陣はどこからやっても弱点がないらしいんで、もう考えることなくめった打ちにするしかないですね。で、芝居も応援か。孫翼を倒しちゃいたいな。宝徳、あー、突撃したいとこだけど、どこからやっても硬いから通常にしよう。馬長も通常攻撃、長雲も通常攻撃、あとは国将か。国将今突っ込むと集中砲火受けそうだな。柳波速攻だ。加工トンの方行きたくねえな。劉備で、あとは国将と秋見ろだけか。秋見ろ速攻やれば孫翼に攻撃できねえ。致し方ない。こうなれば新旧の方に行こう。新旧はそんな強くないでしょう。で、柳見ろはちょっとここかな。さあ、敵がどう動いてくる。国将に来なかった。伏兵、あー、やっぱ劉備の伏兵すっごい強いな。毎回あれに結構やられる。新旧の落石だ。うわ、一気に5000近く減らされた。しかもまた伏兵かよ。敵の軽力が強いな。でも国将の妖術素晴らしい位置で炸裂します。くらえ、5部隊に入りますね。71,118から。さあ、どうだ。はい、孫翼捕らえました。国将が新しい出ました。63,000まで減らしました。素晴らしい。さあ、劉備さん、あなた計略が非常に厄介なんで集中砲火させてもらいますよ。とっとと倒れろ、倒れろ。よし、捕らえました。で、あとは芝居だな。芝居もこのターンで倒しきれるか。この武力90台の3連攻撃に耐えられるか。はい、耐えられなかったですね。オッケー。あと加工トン、周走、鎮球だけですね。ちょっと秋見ろも城の上に乗せたいな。よし、これで攻撃だ。暗い加工トン。あと動いてないのは混乱中の顔料だけか。じゃあしょうがない、ターン終了です。よし、顔料戻りました。そして国将狙いか。加工トン、加工トン計略段階より攻めた方が有効なんじゃないんですか。もったいない。加工トンは円月の陣か。丸に見えるけどどっか一箇所隙がある感じですね。まあでも周遭先に倒したいな。長江は鎮球、両毛は届かないか、仕方ない。顔料は届くから加工トンに攻撃。
で、宝徳も加工トンに攻撃。超運も加工トンに攻撃。魔鳥は周遭に攻撃。宝中弓なんだよな。弓攻撃。国将は、あと一旦なんかかんないと妖術使えないんで、周遭に弓でも打ってましょう。柳色はこっからも弓届くんで打ちましょう。よし、周遭あと一発だな。秋色も妖術打っちゃおうかな。ここなら、あー、打てない。ちょっと速攻結構使いすぎちゃったな。さあ、そろそろ援軍来るかな？来ないか。あー、同士打ちのやつだ。やめろー。あー、かかっちゃった。痛い。仲間同士、互いに殺し合うがいい。ハコート、なんか軽略の鬼だな、今回。鎮球はまだわかるんすけどね。鎮球もうざいな。早く倒したい。くらえ。ナイスクリティカル。で、国将がまた、妖術使えるんで使いましょう。2万6000から、お、周遭捉えました。19000、いい感じ。加工とも残り9000か。これはだいぶ余裕ですね。さあ、ガンガンいくよ。ブロック90台の4連撃に耐えられるかな。はい、あと16か。よし、途中でいっかな。弓でとどめ。はい、終わりー。終わんなかった。ちょっとなめぷした。たまには国書でとどめでも。あ、そうや、幼児使っちゃったな。やなみろ、くらえ。架空の加工灯を倒したぜ。あとは鎮球だけですね。まあ、次のターン撤退すると見ました、こいつは。むしろここで逃げ延びずに戦う勇気があったら鎮球を褒めたい。さ、敵のターンです。あ、援軍来た。逃げなかった。鎮球さん、すごい。援軍が来たとはいえ、よく逃げなかった。次のターン、一斉でボコりますけどね。ひやだー。燃えるだ。お、燃えなかった。しかもカウンターいった。オッケー。さ、鎮球さん、でも6000ぐらいに一斉使うのもったいないかな。でも一斉使う機会ってそうそうないんで、ここでやりましょう。くれー。はい、ボコりました。あとは援軍の14000、13000、15000。あ、援軍も結構やっぱ部隊数は多いですね。まあいいでしょう。ここで削ってやります。くらえ。柳色は弓だ。甲虫移動して弓じゃ。火は上に向かってるから、いや、撃っちゃえ。森の中なら結構火つく確率高いでしょう。燃えなかった。国将移動、次のターン妖術かましてやりましょう。あとは超運か。くらいなさい。さ、敵はどう来るかな。あ、君の狙いか。俺そっち行ったか。みんなバラバラに狙ってきてますね。もう相手は君を倒すしかないんじゃないのって気がするんですけどね。さすがに国将さんまだ妖術打てないですね。ブシャッ、ナイス。でも、秋美濃が妖術打ってんじゃないですかね。やっぱり、フラエーコーカーツ。3万3000から、2万8000。いい感じ。6000か。よし、柳美濃。各所追い詰めるんだ。顔料も、突っ込め。え、カウンタークリティカル。やるな、各所さん。そんな強いキャラだった。追い詰めろー。これであと一発ぐらいかな。やっぱりどうしよっかな。バチョウは細胞に攻撃にしましょうか。両毛もここ行って細胞狙いと、長高は装備狙い。ナイスクリッカー。3000まで減らしたのか。だいぶ減らしたな今。とりあえず甲虫で倒しちゃうか。
終わり。はい、早期撤退。いや、援軍も含めてだいぶ兵力削ったな。あ、君の軍の勝利でーす。いやー、これは北平攻めるとき楽になった気がしますね。そしてもう全員連れていきます。寛平さん来なよ。うん、よこそ。孫玉さんも来なよ。よこそ。劉備さん来なよ。貴様を殺そうした者だぞ。それをこの位置くれてやるわ。劉備三兄弟勢揃いです。芝居は来ないかな。まあでしょうね。周曹さんいいんじゃない。おお、やった。加工ともダメでしょうね。もう曹操とか殺してますからね。そりゃ恨んでますよね。陳宮来た。各将さんもダメか。省庁さん来た。劉邦起きた。だいたいやっぱ劉備軍にいた人たちは来ますね。関陽さんも来た。劉邦も来た。梁範も来た。孫権も来た。昌陽さんは来ない。テーブさん、来ない。芝生、来ない。まあ、芝一族だしね。しょうがない。平原の大将は女性。いや、巨師匠にお願いしようか。いや、武力も含めて総合力で女性にしよう。さあ、褒美いっぱいあげないとな。命令書9じゃ足りない気がしますね、これ。相当多いぞ。この中で90の数値を持ってる方は、陳旧か。まあ、あと90、あ、劉備がいるな。劉備94。94か。400ぐらいあげれば大丈夫かな。はい、オッケー。で、陳旧89か。結構低いな。900でどうですか、陳旧さん。はい、オッケー。あとは80代とかですかね。官兵、官公、官作とか。まあ、残りはちょっと能力高い人から順々に褒美上げていっちゃいます。はい、ちょっと命令書使い果たしちゃって、全員やっぱり100にすることはできませんでした。誰か取られるかな。そんなの仕掛けてる余裕ないかな、さすがに。総費が徴兵を行ってるようですみたいに出ましたけど。特に誰か取られたとかないですね。よし、あと残りは結構いますね。またこの人数全員褒美上げときます。はい、全員褒美上げて忠誠100にしました。切りもいいので今回はここでやめたいと思います。残りの総攻軍、あれ、君主総費になってますね。倉庫寿命でなくなったかな。残暑した覚えはないので多分寿命ですね。で、北兵が7万8000と約8万。上兵1万4000ですね。いやー、さっき南皮かなり数減らしたんで、そのおかげですね。そして、劉曹軍の同盟、あと残り9ヶ月ですね。はい、なので、やっぱりそろそろ、劉曹軍もどこ攻めるかを決めとかないとですね。結構隣接してる都市が多いので、同盟切れた瞬間劉曹軍がガッと攻めてくる可能性があるんですよね。そうならないためにちょっと隣接してる都市にある程度武将を集めていかないとです。いや、結構その作業大変そうだな。なので次のパートになったら北平に攻めながらも徐々に戦争とは関係ない武将をどんどん、関中、永安、あと、縁か。あとは、上陽の隣接している、高陵、高架ですね。ここに武将を集めていきたいと思います。いやー、三国志5、終わりも近づいてきました。おそらく残り2パートで、もしかしたら3パートになるかもって形ですね。はい、ちょっと油断せずに最後まで頑張っていこうと思います。はい、ということで今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。